WJC ワールド J ガールズチャンピオンシップ創設、全世界にあまた存在する女子キックボクシングの世界タイトル、その最高峰となるべく新たに創設された世界タイトルが WJC である。 WJC 記念すべき発足第一試合でいきなりフェザー級の王者決定戦が実現。日本の絶対王者、世界へ J ガールズフェザー級王者佐々木聡子、もはや説明不要の上昇軍団チームドラゴン所属、鍛え上げられた肉体から繰り出されるハードパンチを武器に積極的に KO を狙っていくスーパーアグレッシブファイター。新陳代謝の激しい J ガールズのリングで実に2年以上も王座を守り続けているという驚異的な記録を持つ。日本のフェザー級ではもはや敵なし。フェザー級世界最強の座を手に入れるべく満を持して世界タイトル戦に挑む。新しく進出していただいて、今まで試合ができることを感謝しております。その分自分の持っているものを全て出せるような試合にしたいと思いますので、よろしくお願いします。オランダの最強女王ジョアンナ、あの K1 フォータイムズチャンピオンアーネスト・ホースト率いるチームミスター・パーフェクト所属、デビュー以来16戦16勝未だ負けなしという驚異的な記録を持ち、数々のタイトルを手に収めるフェザー級の超大物ファイター。16勝のうち実に7勝が KO による勝利という信じられないほどのハードヒッターである。母国オランダで女子格闘家といえばこのジョアンナのことを指す。知名度も抜群、女子格闘家代表として CM にも出演を果たしている。この無敵の22歳に佐々木は勝利し世界タイトルを奪取することができるであろうか。ワールド J ガールズチャンピオンシップフェザー級タイトルマッチ、ジョアンナ VS 佐々木聡子。